松井先輩は初期のキャラに不安の頃から不安だってなんか言われましたけど、うん、今の成熟されたお姉さんアイドルになったまでの変化について教えてください。あーなるほど。あーそうだね、デビューしてすぐは結構何でも NG なしでやってたのね、うん、推しガマ、推しガマわかる？な、何？推しっこ我慢とか、とか、あとまあ、あの今よりももっと下ネタを言ったりとかしてたんだけど、うん、まあなんか当時はホロライブも今ほどの人気がなかったのね、うんうんうん、それこそ他の事務所さんの方がもう断然もう人気みたいな感じだったから、どうにかどんな形でもいいよ、なんいい印象じゃなくていいからもう目に留まらないとってやべっていう、頭いいと思う、そう、そうやばいやつがいるぞってまず祭りが慣れれば、なんか他の子を見て、あなんかやばいやつだけじゃなくて可愛い子もいるんだホロライブってなってくれたらいいなって思ってやってたのが、多分そのみんなが不安になるような時代だったんだけど、今はありがたいことに後輩とかもすごい頑張ってくれてホロライブ超ねすごい人気になったじゃないですか、うんうんうん、まだまだこれからですけども、はい、昔に比べたら想像もつかないくらい大きくなって、うん、そうだから、まあ、祭りもそんな攻めたことをするってよりは長く続けられるように、うん、なんだろう、そのあんまり過激なことをするとさ長く続けられなくなってしまう可能性があるからなるほど、おとなしく、そうそうそう、あまあでも自分が楽しめることを無理なくやっていけたらいいなって思ってるのがここ最近の祭りでございますね。おー、なるほど。Didn't think it would be like that. Wow, wow, I'm impressed. おー、でも今でもたまにやばい時もあるじゃない？あー、まあたまにたまに隠しきれないというか隠しきれない、やっぱり本質の部分は隠しきれないので、うんうん、まあそうですね、たまにね出すことはありますけども、うん、まあしょうがないよね、そうだね、しょうがない、そうだねねー、キアナちゃんもそうだもんね、出ちゃうんだよね、いやいやいやね、うん、そうだねあたしヴァンパイアいいの吸っちゃっていいの、もう無理もう無理なんて悪い子だね。